ビットコインの Windows 用クライアントビットコインは2008年にサトシナカモトという名前を使った無名の人物またはグループによって発明された暗号通貨である。この通貨はその実装がオープンソースソフトウェアとして公開された2009年に使用が開始された。ビットコインは中央銀行や単一の管理者を持たない分散型のデジタル通貨であり、 仲介者を必要とせず、ピアツーピアのビットコインネットワーク上でユーザーからユーザーへと送信することができる。取引はネットワーク濃度によって暗号化により検証され、ブロックチェーンと呼ばれる公開分散が、ビットコインはマイニングと呼ばれるプロセスの報酬として作成される。ビットコインは他の通貨や製品、サービスと交換することができる。 ビットコインは違法な取引に使用されていることや、マイナーが使用する大量の電力、価格の変動、取引所からの盗難などが批判されている。ノーベル経済学賞受賞者を含む一部の経済学者は、様々な時期に投機的なバブルであると評している。また、ビットコインは投資としても利用されているが、いくつかの規制機関がビットコインに関する投資家向けの警告を出している。 ビットコインの通貨単位はビットコインである。2014年現在、ビットコインを表す記号には BTC、XBT がある。補助単位としては MBTC、BTC MB、ビッツサトシ等が存在する。サトシはビットコインの作者であるサトシ中本を記念して付けられたビットコインの最小単位で1億分の1ビットコインに当たる。 ビッツは100万分の1ビットコインで、ミュー BTC と等しく、ビットと呼ばれる、英語表記ではビッツと、複数型となる。2014年10月7日、ビットコイン財団は、ビットコイン用の ISO4217 通貨コードを申し込む計画を明らかにし、BTC または XBT が、主候補であるとした。2015年に、 ビットコインの記号がユニコードに追加することが認められた。ビットコインは採掘、もしくは商品、サービス、他の通貨との交換、また寄付を受けることにより入手できる。ビットコインは一般的なクレジットカードの加盟店手数料に8%に、比べ費用が抑えられ、クレジットカードの手数料よりさらに安価な、決済コストを実現でき、かつ土日祝祭日に左右されない。 また、売り手買い手双方ともに、個人情報やカード番号など、外部に漏れたら、問題になるような情報の入力も必要ない。そのため、e コマースの決済手段として、着実に地方を固めている。著名な営利法人での採用例としては、オケイクペット、レディット、ワードプレス、バージンギャラクティックが、特定非営利活動法人やアドボカシー団体では、フリーソフトウェア財団、 ワードプレスとは、電子フロンティア財団、ウィキメディア財団などが挙げられる。メディアを再生する weusecoins.com によるビットコインの解説が白文字の代償による意味の違いがあり、大文字表記はプロトコルと取引ネットワークを、小文字は通貨自体を指す。ビットコインには中央銀行のような中央機関は存在せず、 通貨の発行や取引はすべてピ p r ーーピアーで行われている。ビットコインのすべての取引履歴はブロックチェーンと呼ばれる台帳に記録される。ブロックチェーンはネットワーク上の濃度に分散的に記録される。また過去のすべての取引記録が公開されているため取引の整合性を誰でも検証することができる。支払いの際に売買間の電子的な記録や履歴は 存在しない代わりに、買い手は公式トランザクションログブロックチェーンの更新を要求する。取引の整合性を検証している。ネットワーク参加者たちは採掘者して知られ、取引手数料や増幣収益を得ている。送金者は、金額や受取人などの取引情報を、ネットワークを構成するマイナーと呼ばれるノードに、ブロードキャストする。マイナーは、 受け取った取引情報をブロックという形でまとめ、ブロックチェーンの末尾に追加する。ただし、新しいブロックを記録するためには、計算量の大きな問題を解く必要がある。マイナーたちは競ってその問題を解き、最初にブロックを追加することに成功したマイナーだけが、一定額の報酬を得ることができる。二重支払いなどの不整合性は、ブロックをブロックチェーンに記録する際に、 他の濃度によってチェックされる。問題は10分ほどで解けるように難易度が調整されており、送金者は取引の整合性がマイナーたちによって確認され、ブロックチェーンに記録されるまで同程度の時間を待たねばならない。流通するすべてのビットコイン通貨はこのようにマイナーへの報酬という形で市場に供給される。ブロックチェーンの概念図。 最良のチェーンは最も長い取引履歴を持つチェーンである。その他に孤立したチェーンも存在する。ブロックチェーンは取引履歴が記録されたブロックが一本の鎖のようにつながったものと考えることができるが、場合によっては分岐することもある。例えば悪意ある攻撃者が過去のブロックを改ざんした場合や、複数のマイナーが同時にブロックを追加した場合である。 こういった問題をビットコインはチェーンを構成する計算を多く実行したものである最も長いブロックチェーンを信頼するという原則で解決している。攻撃者が過去の取引履歴を書き換えてもその履歴が信頼されるためにはそこから派生するチェーンが他のチェーンよりも長くならなければならない。そのためにはネットワーク またビットコインに参加する濃度の数が十分大きければ、そのような CPU パワーを確保するのは困難である。ビットコインはこの考え方に基づいて堅牢性を担保している。複数のマイナーがそれぞれ個別のブロックを追加し、チェーンが分岐してしまった場合は、ネットワーク上の各マイナーはそのうちどちらかのチェーンを選んで、マイニングに取り組む。 さらに新しいブロックがどちらかのチェーンに追加された時点で他方のチェーンは放棄される。ウォレットは秘密鍵を持つビットコインアドレスをまとめたものである。またビットコインアドレスは秘密鍵によって公開鍵が作られ公開鍵からビットコインアドレスが作られる。またそのアドレスから送金する際には対応する秘密鍵が必要になる。ビットコインのウォレットには 以下のようにいくつか種類がある。ソフトウェアウォレットソフトウェアウォレットとは Windows, Macs, iOS, Android などのオペレーティングシステム上で動作するソフトウェアのウォレットのことであるデスクトップ PC にソフトウェアをインストールする場合はデスクトップウォレットといいモバイル端末にインストールする場合はモバイルウォレットというハードウェアウォレットハードウェアウォレットとは 専用のハードウェアを使ったウォレットのことである。ハードウェアウォレットは取引ネットワークに接続された外部のマシンに接続して利用する。ハードウェアウォレットの内部には秘密鍵が保存されているが、ウォレットは署名だけを行って接続先のマシンに送信するので、秘密鍵の漏洩の可能性はソフトウェアウォレットに比べて低い。ウェブウォレット、ウェブウォレットとは利用者に代わって、 ウォレットを管理するウェブサービスのウォレットのことである。端末の種類に関わらず利用できるので利便性は高いが、セキュリティ面はサービス提供機関に任せることになる。ペーパーウォレットペーパーウォレットとは紙にビットコインアドレスと秘密鍵を印刷したものである。クラッキングなどで秘密鍵が漏えいする危険性がないので最も安全である。ただし、インクや紙の劣化、 盗難に注意が必要となる。ブロックチェーンにより参加者は仲介者を必要とせず、絶対的な保障により価値の交換を行う相手と互いに蘇生を知る必要も信頼する必要もない。よって、ブロックチェーンはサードパーティーの支払いプロセッサやチャージ量の必要性を大幅に減少させることができる。また、クレジットカード詐欺の可能性をなくし、 マイクロペイメントの新たな可能性を想像できる。ドメイン名の署名やデジタル契約、車や家のような物理的資産のデジタル権利証などのデジタル資産をもブロックチェーンプロトコルで行うことができるようになる。また、ブロックチェーンに保存されたデジタル資産に様々な条件と将来的な権利行使の付与を行うことも可能交渉人サービスや配当金、エスクローサービスすらも 自動実行プログラムの作成が可能になる。支払いや転送は短時間で済む点で予想変動率は実用性にほとんど影響せず、手数料はクレジットカードや送金よりも実質的に低い。特に海外への送金が容易に可能である点で適しているという主張も出ている。2013年オランダ国内でカフェでの対応レイビットコインは自国通貨のインフレーション率や 資本規制、国際機関による経済制裁に悩まされている国々で代替通貨として人気があると示されている。インフレと厳格な資本規制によって窮地に陥っている一部のアルゼンチン人はアルゼンチンペソの代替通貨として使用しているほか一部のイラン人は通貨制裁を回避するために使用している。経済ジャーナリストやアナリストはスペインでの流通量と キプロスショックに関連性があると示唆している。キプロスでは財政難になった際に金融機関の預金口座に課税するために預金封鎖をしたことでキプロス国民が国家権力の及ばないビットコインへ資産を移す動きが増え大々的に報じられた。人気上昇に伴い価格変動から再起を得ようとする投機化により頻繁に投機目的で取引されている。 2013年、欧州銀行監督局は、このような投機リスクに対し警告している。ビットコインの本質的価値が欠けている理由として、価値自体が所有者の意思のみに依存するためだと説明されている。デリバティブでの有効性はわずかながらある。ある組織は、複数の暗号通貨を先物取引対象とした。ビットコインドミナンスビットコインのドミナンスとは、 世界に300以上あるという仮想通貨の流通量で交換される市場における時価総額のうちビットコインの占める占有率である。2018年1月以来初めて一時的に50%を下回った。コインマーケットキャップによると2021年、年初はめには70%を超えていたビットコインのドミナンスは 4月22日に49.35%まで下落した。出店中央支配機関がないビットコインの信用は、ネットワーク参加者全体で相互に形成されている。価値下落を防ぐ努力をするような中央組織は、存在しないというリスクがある一方で、使用者の意図に反して、価値をコントロールすることもできない。欧州銀行監督局及びその他の、 情報提供元はビットコインユーザーが返金を要求する権利やチャージバックにより保護されているとは言えないと警告している。犯罪者によるビットコインの利用は金融規制当局、立法機関、法執行機関、メディアの注意を引きつけている。アメリカをはじめとする国々の当局者たちはビットコインを合法的な金融サービスを提供できるものと認識しているものの、 闇ネット市場や盗難を中心として犯罪活動が行われている。ビットコインの盗難は可能であり、実例があるものの、オフラインでの防止策でこうした危険性は減らせる。犯罪行為との関連性は利用人口拡大の妨げとなっており、流通動向は金融規制当局、立法機関、法執行機関の注目を集めており、実際に米連邦捜査局、米上院、 ニューヨーク州により捜査された。FBI はおそらく資金の移動や盗難手段としてサイバー犯罪者を引きつけると2012年の報告書で述べた。2013年3月に米国の金融犯罪取り締まりネットワークは分散型仮想通貨の規制指針を制定しアメリカで造幣販売を行う採掘者は通貨販売事業者としてされ事業登録や その他の法的義務が課せられた。2013年8月、ドイツ財務省はビットコインについて多国間決済の会計単位として使用可能であるとし、1年以上保持する場合はキャピタルゲイン税が課せられた。米国ニューヨーク州金融サービス局は富の移転や犯罪行為を懸念し規制する目的で、 権限上可能な規制や指針に関わる調査の実施を2013年11月に発表し、ニューヨーク市で公聴会を開催した。またアメリカ合衆国内国際入庁は、積極的に独自基準の作成に取り組んでいると述べている。同時に、欧州銀行監督局は、使用状況を鑑みて、微妙ながら承認を与えた。以前は EU 及び、 えふ地域の銀行による規定や認可が存在せず、危険性が伴うことから公式に警告を発していたが、各種規制の適用外であり不要であることを認め、現状を認識し見方を変えた。ビットコインの環境への影響に関する懸念は、ビットコインのエネルギー消費量と二酸化炭素の排出量に関連している。エネルギー消費量を二酸化炭素排出量に、 換算するのが難しいのはビットコインが分散型であるため使用される電力構成を調べるために採掘者の地域化ができないことが原因である。ビットコインのカーボンフットプリントを分析した最近の研究の結果は様々である。2018年にネイチャークライメートチェンジに掲載された研究ではビットコインは単独で30年以内に温暖化を 摂氏二度以上に押し上げるのに十分な CO2 排出量を生み出すことができると主張している。しかし他の研究者はこの分析を批判し基礎となるシナリオが不十分で課題評価につながっていると主張している。2019年にジュール氏とアメリカンケミカルソサエティー氏に掲載された研究によるとビットコインの年間エネルギー消費量は 17から22.9マウント CO2 の年間炭素排出量となり、これはヨルダンやスリランカなどの国やカンザスシティの排出量に匹敵するレベルである。国際エネルギー機関はビットコインに関連する年間炭素排出量を10から20マウント CO2 と推定しており、ネイチャークライメートチェンジ誌の予測は1990年代後半に インターネットとそのエネルギー消費量の増加について警告されていたことと同様にビットコインに関するセンセーショナルな予測に過ぎないと評している。2012年、A 経済史エコノミストはビットコインの人気を違法薬物の購入手段としての利用価値によるものと報じている。2013年、A ガーディアン氏は主にオンラインと博や違法薬物購入に使われたと述べ、 同年、ハフィントンポストは、オンライン賭博が高あり合いを占めると述べた。正規のトランザクションは、実際の薬物購入関与数より少ないと、考えられており、全トランザクションの、約半分は単一のオンラインゲームサイトで、決済されている。2012年、カーネギーメロン大学と、情報ネットワーク協会の研究により、ビットコインの流通総額の4.59%が、 単一のオンライン市場、シルクロードの薬物購入目的であると推定した。取引の大半は実質的に投機目的であったが、当研究は商品やサービスに比べ薬物がはるかに大きな使用割合を占めると主張している。2013年、ハフィントンポストは身元確認をしない、オンライン重機商は決済にビットコインを使用していると報じた。 欧州銀行当局を含む各種の規制当局及び法執行機関は資金洗浄用途を警戒している。米連邦捜査局による2012年度報告書では資金洗浄を実現する恐れを認めたが判明した事例が存在しなかったと述べている。資金洗浄の障害として取引履歴の公開性を上げる意見もある。コンシューマーズリサーチは2015年に 資金洗浄を排除する方策の必要性を挙げると、共に過剰な規制による業界の萎縮を懸念点として挙げた。伝統的な通貨を扱う業界では、取引の途中で資産が不正にアクセスされた、賠償費者保護の規制により、事業者が一定の範囲で弁済することが義務、付けられているが、ビットコインの取引を仲介する事業者の場合、ビットコインが盗難され、 顧客資産が消失したまま戻らなかった事例が複数回起こった。ビットコインでは取引が不可逆であるため不正アクセス者が資産を一度他社に送ってしまうと元に戻すことができない。2011年6月にシマンテックはボットネットによる隠れた採掘によりハードウェアの消耗や電力量の増加やコンピュータ温度の上昇の可能性について警告した。 感染した場合、最新ビデオカードに組み込まれている GPU の並列計算帯域がマルウェアにより消費される。2011年8月中旬、採掘用ボットネットが再び検出され、その後3ヶ月未満で採掘用トロイの木馬に感染した MacOS 10が発見された。日本では2014年6月19日に自民党 IT 戦略特命委員が規制を見送る提言書を公表している。提言ではビットコインなどの仮想通貨を価値を持つ電磁的記録と定義している。ロシアでは2014年3月中央銀行がもっかいかなる暗号通貨も禁止する計画を持たないと明言した。政府は 暗号通貨の違法な使用を防止すべく市民と法人を保護するための法的な枠組みを設ける予定であるという。インドネシアでは2014年2月6日にインドネシア中央銀行がビットコインは法定通貨ではないと声明した。中国では2014年4月中旬に国有商業銀行お手がビットコインを扱う取引所の口座を閉鎖し始めた。 中国はビットコイン取引規制を進める一方で採掘したビットコインの売却データ利益は中国に還元され市場を支配できることなどから世界の7割以上も占めるビットコインの採掘活動をしばらく容認するも中国政府は2019年4月にコンピュータの電力浪費を理由にビットコインなど仮想通貨の採掘も禁止する方針を発表し マイニング危機世界最大手のビットメインなどの中国企業も同様に大量の演算処理能力を必要とする人工知能といった政府の支援する業界に注力するようになった。エジプトではダイムフティーのシャウキー・イブラーヒーム・アブドルカリームがイスラム教に反するとしてビットコイン取引を禁じる宗教令を出し、イスラム圏で同様のビットコイン禁止令が相次いだ。 ありがとうございます。